アレッポにて戦闘中の兵士自由シリア軍が使用しているトラックアレッポの戦いにおいて作戦を練っている自由シリア軍の兵士 AK-47 の手入れをしている自由シリア軍の兵士自由シリア軍はシリア内戦で活動する反政府武装勢力の一つシリアの反体制派では代表的な組織の一つ2011年7月29日に シリア軍を離反したリアド・アル・アスアド大佐が設立したとされ、翌2012年シリア国民評議会の下部組織である軍事事務所の監督下に入る見込みだった。一元的な指揮系統は存在せず、司令部が乱立しており、2017年時点で約100の組織が拡挙している。2013年時点で弱体化が進んでおり、自由シリア軍に、 アサド政権を倒せる見込みはないと見られている。2011年に始まったシリア国内の騒乱の過程で、同年7月にリアド・アル・アスアド大佐率いる政府軍の一部が離反し結成。翌8月には、フセイン・ハルムーシュ大佐率いる自由商工旅団と合流した。さらに後に、アサド政権に反目する寸人派の勢力も取り込み、戦闘員は数万人規模に成長。 各地で武装闘争を開始した。自由シリア軍と政府軍の衝突は各地で暴力の応酬を本格化させた。2012年7月16日、ダマスカスの火山とシリアの地震と命名した総攻撃作戦を開始、イラクやトルコとの国境検問所等を襲撃、イラク国境沿いの検問所はすべて占拠した。2日後の18日には、 首都ダマスカスの治安司令本部に爆弾攻撃を仕掛け国防省、副国防省ら3人を殺害している。2012年7月以降、シリア第二の都市アレッポに展開し、激しい市街地戦を引き起こした。自由シリア軍は当初から司令部が乱立して統制を失い、2012年夏過ぎには指揮、規律の低下により人身の離反を招いた。 大同団結のために、2011年9月にはシリア国民評議会、2012年末にはシリア国民連合が結成されたが、いずれも失敗に終わっている。そのため比較的士気が高いイスラム過激派に反体制派の主導権を奪われてしまった。2012年9月22日、最高司令官アルアスワドは、軍司令本部を、隣国のトルコから、 シリア国内に移動したと発表。2012年11月、自由シリア軍がラース・アル・アインを制圧。しかしクルド人、キリスト教徒が多数を占める同市ではスンニハーラブ人が主流の自由シリア軍に対する反発が高まり、民衆と自由シリア軍が衝突する事態となった。一方クルド人民防衛隊が、クルド人防衛を名目としてラース・アル・アインに進行し、 自由シリア軍と交戦。2月末、停戦合意が交わされ、町の南地区を、イプグが、北地区を自由シリア軍が支配することとなった。反体制派の中で、イスラム過激派が台頭していることが広く知られるようになると、欧米諸国は過激派を支援していないことを強調するために、2013年3月頃から自由。 シリア軍ではなく、恩健な反体制派という言葉を使うようになった。自由シリア軍は2013年末に最高意思決定機関と見られていた。最高軍事評議会がシリア国内に拠点を失い、2014年9月には国民連合から解散を命じられた。この結果、自由シリア軍は国外からの支援のイニシアティブを失った。2015年4月、 自由シリア軍は、ヌスラ戦線などの戦線と協力して、北部シリアにおいて、反抗を行った。2015年6月の報道によれば、自由シリア軍は2014年以降のアイソルとの戦闘によって、ほぼ壊滅状態にあり、自由シリア軍の残党は、イスラム主義反体制勢力の征服軍などに、参加して、ダマスカス南部の攻撃に加わったと伝えられた。 2015年12月、アメリカのシンクタンクによれば、自由シリア軍はなお、シリア北西部のアレッポや浜に展開しており、最大であり最も世俗的な反体制勢力として、アサド政権と戦闘を行っているとされる。しかし、2015年9月30日以降の、ロシアによる空爆の標的ともなっている。トルコのシンクタンクの推定によれば、 自由シリア軍は3万5千人の兵士を有している。自由シリア軍は27の比較的大きな組織とより小さな組織で構成されている。自由シリア軍は、ヌールディーン残機ン運動、スルターナムラード師団、第13師団、ムジャーヒディン軍など、複数の組織が個別に自称しているに過ぎないとの主張もある。2019年10月9日、トルコ軍は、 クルド人勢力の総統を目的にシリアに武力侵攻。トルコ国防軍側の発表では自由シリア軍はトルコ軍と共にユーフラテス側東部に侵攻したとしている。多くは AK-47、DSHK、DS RPG-7 といった急遽三権製の消火器だが時折 FN フルやステアーをオーガストのような西側製重機も使用。 また、消火器以外にも、火砲や戦車、対空砲なども保有する。イスラーム過激派として知られるアルカイダとは、協力関係にあるとされる。しかし、2013年9月には、アルカイダ系の武装組織が自由シリア軍の拠点を攻撃するなど、両者は対立しつつある。ムスリム同胞団と深い関わりがあり、軍の主力は、シリアのムスリム同胞団とされる。 自由シリア軍はアメリカ合衆国、トルコ、サウジアラビア、カタールなどから支持を受けている。しかし、イスラエルの友好国たるアメリカから支持を受けているという事実は、多数のシリア国民が自由シリア軍を支持しない理由の一つとなっている。他にトルコより支援を受けており、戦闘員2000人ほどがトルコで訓練を受けることとなっている。トルコはシリアで活動している。 クルド人勢力に刺激を受けることで、自国内のクルド人の独立運動が活発になるのを警戒しており、クルド人の活躍を目立たなくさせるために自由、シリア軍を支援している、反体制派、自由シリア軍とは、その成り立ちと今後、 afpdbnewshttp://www.afpb.com/.article/.war-unres.2863042/.85829922012 b t com af bb. Com 年7月20日閲覧。地球を読む、シリアと、北朝鮮、犯罪的脅威グローバル、山内正幸。読売新聞長官。 http://premium.yomiuri.co.jp/pc/news2017 万507から118、oui、おいトップと5万56、リスト地球を読む、ハット AB 高岡豊なぜ、アサド政権は、倒れないのかシリア情勢の現状と課題。 http://synodos.jp:/international:/47342016 年12月2日閲覧。自由シリア軍。時事通信。h t t p w w w j i j i c o m j c c g t h ザ3 0 k イコール2兆120億7180万10082012年7月20日閲覧。シリア、内戦とイスラーム主義。http コロンスラッシュスラッシュ www.jii.or.jp スラッシュ pdf スラッシュ resarch スラッシュ h ニオンアラブスプリング例に森山 pdf 2016年12月8日閲覧。 シリアの首都で、爆弾攻撃、国防省ら、死亡アサド政権に打撃。afpdbnewshttp://www.afpb.com/.article/.war-unres.2890360/.92644492012 b af t 年7月20日閲覧。自由シリア軍、司令部を。 シリア国内に移動。afpdbnewshttp://www.afpb.com/.article/.war-unres.2902935/.95657742012 年9月24日閲覧。シリア反体制武装勢力の同質性と一出性。 http://www.sekaiseikei.or.jp/.kokujo2014.pdf2016 年12月 <laughs> 2日閲覧。ジョシリン、トーマス、エール・キダ、ジハベスト・エイリーズ・ディクレア・ビクトリー・オーバー・シリアン、レジーム・インキー・シティ。 The Long War Journal,httpww.lonwrjournal, w jour OR g org, archives, 2015,04, アルキダジハッデストエリーズディクレアビクトリーオーバーシリアンレジームインキーシティ php2015 年4月25日閲覧。in addition to air, ニュースラアルキダリンクとジハッデストグループス。ファイターズアソシエテッドウィズザフリーシリアン。 アーミーオルソーテックパートインザバトル。Took in AB バンコ、エリン、シリアンレベルグループス。マジツーテイクオンアサードインデラ A。バッドディープディビジョンズリメイン。インターナショナルビジネスタイムズ。httpwww。イブタイムズ。com。シリアンレベルグループス。マジテイクアサード。 デラーディープディビジョンズリメイ -198 万4616 2016年2月28日閲覧。A.B. アラミモナキャン FSA ゲットバックオンイッツフィートアフターロシアンインテルベーション AL モニター2016年2月27日閲覧。トルコがシリアに侵攻米国務長官は承認していない。 BBC2019 年10月21日閲覧。シリア情勢あるいだけ、浸透で構図に変化が起きています。FNNHTTP コロンスラッシュスラッシュ www.fnn-news.com スラッシュニューススラッシュヘッドラインズスラッシュアーティクルズスラッシュ CONN00255192.html2013 年10月5日閲覧。 川上康則。米国が、イスラエルの右翼と一体化する日。ニューズウィーク。http://www.newsweekjapan.jp:// 川上、Everybody、2 0 1 6 1 1 p o s t 2 4 p h p 2 0 1 6年11月20日閲覧田岡俊二 集団的自衛権の行使容認で自衛隊をイスラム国攻撃に派遣できるか。ダイヤモンド社。http コロンスラッシュスラッシュディアマンドット .jp スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ599462014年10月2日閲覧。自由シリア軍2000人トルコで軍事訓練来月開始。東京新聞。 http://www.tokyo-np.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアーティクルスラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ ck2014111802000148.html2014 年11月22日閲覧ありがとうございます